かなければいけません。自分が試合で使うであろう技術、戦術に基づく練習をすることが試合で勝つ近道だと言えます。今回はトップ選手がどのようなことを意識しながら技術練習をしているのかを学んでいきましょう。今回実技をするのは東京アート所属の高際健一選手、四本直美選手と早稲田大学三内健太郎選手です。カットマンは大きく分けて3つのことが柱になって試合を組み立てていきます。変化、コース、攻撃です。カットという守備が中心になりますが、その守備をしている中で変化、コース、攻撃を混ぜて相手からポイントをしなければいけません。はじめにカットマンがよく使うパターンから練習をしていきます。フォア前にサービスを出して相手はバックにツッツキでレシーブ、そのツッツキに対して早いタイミングでツッツキをバックにして4球目に相手が軽打またはツッツキをしてきたボールを攻撃します。フォア前にサービスを出すと自分がカットマンということもあってフリックなどの無理なレシーブはあまりしてきません。相手のレシーブの大部分がバックにツッツキをしてくることが多いのです。バックに来るツッツキに対して相手に打たせないように速いツッツキができれば相手は強打をすることができず緩いドライブになる可能性が高いです。その緩いドライブを狙い攻撃をして相手からポイントを奪います。はい、ではちょっと練習やめてもらって、でこの練習のポイントはまず、つっつきが非常に重要になってきます。でサービスを出した後に、まあ、つっつくタイミングなんですけども、つっつきのタイミングを早くそして深く、送ることによって相手に、強打を、されないようにしてですね、で強打をされないボールに対して、まあ、攻撃を仕掛けていくと。ですのでつっつきが遅くなってしまうと相手に十分な体勢で強打をされてしまいますので、ちょっといいですか。ですから突きのタイミングを早くすると、でしかも、なるべくだったら、バックサイドに少し切るような形になると相手が、回りづらくなるので、ですのでなるべく早いタイミングで突くと。でこれが遅いタイミングになってしまうと相手に強打をされてしまうので、ですのでなるべく早いタイミングで行って打つように、してみてください。ではもう一回、はい、お願いします。そうですね、早いタイミングで。次に相手が4球目にツッツキをしたボールを攻撃する練習をしましょう。この練習のポイントはツッツキをした後に相手の動きをよく見ることです。バックにツッツキをした後相手が回り込んでこない動きが見えたら台に近づき自分が攻撃する体勢で待ちます。まあ、この練習のポイントなんですけども、まあ、さっき、早いタイミングのツッツキをして相手が、まあ、軽打をしてきたボールを狙うと。で今度早いタイミングでツッツキをした後に相手がこうツッツキをするような、雰囲気が見えたら、すぐに、台に近づいて、で相手が、ツッツキをしてきたコースに動いてドライブをすると。
ですから相手がこう、突撃をする、回り込まないなっていうような雰囲気があった時にはもうすぐに台に近づいて、カットの体勢から攻撃に移るようにしてみてください。突っつきのタイミングの速さと相手の動きをよく見ることが大切です。今度はバック前サービスからのパターン練習をします。